皆さんこんこにちは小林太郎ですえいつも最初に言います、安倍ムの死守で。このために私も、えー、今、ここに焦点を当てた動きを来年初頭に向けてしてまいります。皆さんにもいろいろご紹介します。その中で、やはりこれもいつも言っている、求心力が保守にはどうしても必要だと。で、あの求心力の主体を作るというのも大事です。 第2次安倍政権を作るときは私は安倍晋三さんを求心力にする民間運動をしました。それでもですね、実はそんなにですよ、総理大臣になって長期政権になったから安倍晋三に求心力が生まれるんです。あの頃安倍政権が潰れてまだ5年、もうどちらかというともう社会的罪人みたいな感じだったんですよ、私がお会いした時の安倍さんは。 だからそれを求心力にするというのは安倍さんご自身の努力もあるし私みたいに裏方で求心力をどういうふうに作るかということを私だけじゃないいろんな安倍さんの周りにはそういう方がいたからそれで求心力を作ろう作ろうとしたって一瞬でできるもんじゃないだけども最終的には安倍晋三が本物だったからそして総理にまで戻ったからだから求心力を作ることができた。 ゆっくりと要するに吸収力っていうのはねパパパパパーって作ってフルルルって水が回ってはい終わったらな、これ遠心力だよ吸収力なんですそうじゃなくてギュッとね凝縮していくんですそう遅いけれども最後にガンってくるというのが吸収力のあり方なんでこういろんなものが出てきてあ今度はこっちだ今度はあっちだって言ってるうちにみんなが疲れちゃうのが一番怖いねですからそのあたりの心理学がとても大事になるんです。 で、求心力という意味では、だから、現職の総理が、この安倍イズムを死守してくれているんだから、岸田さんが。そこ以外に求心力はないでしょう、ということを、まず私の番組が、の再生がまだ少ないけれど、えこ、ー、らえて、頑張って、楽しくやりますんで、みんなで応援をしていただければと思います。で、今日、むしろね、補修動画とかの世界よりね、あの、もっとそういう政治的に中立な人の方がみんなわかってんですよ、岸田政権のことは。 でこれは山本一郎さんという人の、えー、っと JP プレスで出てた、えー、記事ですが、えー、ジャパンプレスですね、えー、ジャパンビジネスプレスですでそこでですね安倍派ガサ入れもトーンダウンし始めた検察と俺たちの岸田文雄政権の2024年という記事があってですね、えー、ちょっと面白かったんでご紹介しますね。 その見出しが呆れるほど低支持率なのに実績を上げている現実となかなか日本語の感性いいよね本当呆れるほど低支持率には笑っちゃいましたけどでここで、えー、と書いてあります、えー、岸田文雄さんは呆れるほど低支持率ながら実は今回も12本ある大革提出法律案を全て通し補正予算も成立させ長年の懸案であった 原発処理水の海洋放出も実現し、柏崎原発の再稼働へ道筋をつけ、対中国外交では日本の立場を主張してきちっと強行させた上、ガソリンや電気代の値上がりに対して補助金を出し、インフレを克服して国民の生活を守っているという点で、かなり優秀な実績を上げている総理ですとあります。で、これ全部そのまま私ずっと言ってきたよね。例えばガソリンや電気代の値上がりもさ、 みんない,ろいろ言言ううけれど何度ももますもうこのウクライナという一種のこのエネルギー孤そしてそのあとロ,ロシアとの関係が壊れるそして中東まで飛び火したこの状態でヨーロッパがどれだけ直撃を食らっているかということを考えるとやはり世界の中で非常に優秀な対応をしている側になりますよ。そして かなり優秀な実績って書いてあるけど、まあ私の知る限り、ここまで目覚ましい政策実績がある政権は率直に言って見たことがない。これは数字で示すこともあればいろんな形で示してきましたが。で、これから何しろ、まあここで柏崎原発もですね、もう年内に あの日本政府これも東電と経産省の長年の確執があってで東電の管理能力に疑義があるという言い方もできれば東電に対するこの嫌がらせという面もね長年の確執からありまして非常に膠着していたでこれが膠着していると西はだいぶ原発使えているけど東が全然使えないこのここ一つが稼働するだけで関東の電力料金にものすごく大きな影響が出るんですよ。 これがやっとねなんとこれ原子力の専門家うちの平和圏すごく多いんであの皆さんねそう簡単に進まないですよって言ったら年内に進めたんですよこの12月ねでここからはもう新潟県に投げるんですで新潟県は今県知事は原発推進派なんですただし県民投票にかけると言ってるのでこれから、えー、という公約があるので、えー、この公約を守るのであれば県民投票をかける えー、あるいはその前に何らかの選挙が行われるつまりここからは新潟県マターになりますでも国のマターから新潟県現場に戻すしたのこれもう本当に画期的なんでしょう皆さん。その上ですね、えー、この方は紹介してませんでしたけども男系男子継承、えー、旧宮家の復活というですね功,功績復帰というこれに向けて えぬかが議長が動き始めたと。これも長年の懸案でした。えー、一気に具体的に動き始めるという我々にとって、十二月に大変画期的な報道が重なっています。ちなみに十一月には憲法改正に向かった動き、十一月十二月の頭ですね。これも来年の通常国会で作業部会が立ち上がるはずです。はずですというのは。 この清和会を中心としたパーケン疑惑の検察が一体どこまでこの問題で政局が揺らぐのかがわからないので私としてはこのパーケン問題と国政を完全に切り分けるというそれはもう絶対に保守派であればですねロンダン人は全員どんな立場であってもですねもうこの国政をお遊びにしちゃいけない。 本当に今法律をちゃんと作ってくれるかどうかでとこのあれでしょ国民に対する給付金だってこの大,大騒ぎもう閣僚の交代やなんかの大騒ぎで遅れてるわけですよ。したら給付金が出るというもう前提のもとに年を越そうと思ってた人たちが迷惑をする大変な迷惑をする前提としてた場合そういうことがたくさん起こってくる。だから予算の執行 そして法律の、えー、予定されている法律の審議と施行可決はもう絶対に揺るがしてはいけないというこの地道な部分を保守派の皆さんで伝えていかなければいけないそこは岸田さんに頑張らせようじゃないか少なくともというぐらいはねやっぱりきちっと我々保守という人間たちがやろうじゃありませんかということを申し上げたいと思うんですねでさあでここでねちょっとどうしても今日は <laughs> これなんで紹介しようとしてすごい表現が面白いですこの山本一郎さん自身ね 要するに、まあ、ここからどれだけその、えー、どういう状況になるか読めないからそうするとですね仮に、えー、議員辞職が、ね、10人も20人も出てきたらあれは15人も30人も出てきたらこれえらいこっちゃでとだけどそうならずにですねギリチョンでもなんかスキャンダルだらけの自民党というイメージをレッテルを貼られるけれどかといってこんなにいろいろなことがポツ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 いろいろ出てくるとそうすると。 岸田さんが辞めたって次次の人はもうずっとあ謝り続けなきゃいけないとずっとその針のむしろになっちゃいますね国会がそうこれは普通考えたらどうだろうと来年9月の総裁任期満了まで引っ張る可能性はあるとでここからちょっと紹介したかとその頃までには何人が起訴され何人が公民権停止などの判決を食らうのかという目鼻がついてるでしょう国民不在の 政局だと散々罵倒されながらも岸田さんは粛々と予算を通し重要法案を審議し続けているという働き者のゾンビのような状況になることは容易に想像できますとこの働き者のゾンビとは要するにもう支持率20%とかね前後でしょまあ普通に考えたらレームダックゾンビですよ。ところが普通ゾンビっていうと仕事しない機能できない。ところが 今だって20%台って言ったってこれだけ政治やってるわけでしょそうすると働き者のゾンビってめっちゃかわいそうだよね岸田さんあの褒めてる人の褒め方までかわいそうじゃないですか働き者まで認めてくれて宿職と全部仕事をすると働き者のゾンビ私はこれはね あの、すごい表現だと思ってね、皆さんと共有したかった。で、ゾンビじゃなくて復活させてあげようよというのが私の皆さんに対するいつもの思いですよ。働いてるのにゾンビじゃ可哀想でしょう。働き者にふさわしい、えー、蘇生術をみんなで施そうじゃありませんかと。えー、それについては、えー、年末から仕込みをして、年明けに私から国民のみんなの、えー、国民みんなでこの動きを作ろうじゃないかと。 いう呼びかけをする予定でいます、えー、年明けそういうお訴えをしてきますからその点は、えー、少し待っていていただければと思いますありがとうございました